宇宙怪人は、月刊娯楽雑誌、少年に1953年に連載された、江戸川乱歩作の少年向け推理小説シリーズの第9話目である。UFO が登場するなど、SF 小説色が強い作品になっている。怪人40面相が、伝書バトを利用した円形のボール紙を空飛ぶ、円盤に錯覚させたり、偽証者を買収して存在しない。 宇宙怪人をでっち上げ、世界中の仲間と共謀して、デマを世界中で同時にばらまいて、世界中を混乱に陥れる。話の終盤では40面相が、各国政府が繰り返している戦争は、自分の回答業よりも何千倍も悪であると指摘し、世界中の人類の団結と平和を訴える演説を行う場面がある。この作品から、 40面相が用いる配能型小型ヘリコプターが登場した。プロペラのついた箱のような外見の装置で、革帯で背負って使用する。長時間の飛行はできず、航続距離は200から300メートルほど。作中時間の約1年前にあるフランス人が発明したもので、40面相はこれをフランスの犯罪者に複製させ、宇宙海人の飛行トリックに用いていた。 この他には、発明家のトライ博士が建造した海魚型の先行艇が登場している。空飛ぶ円盤がアメリカをはじめとして、世界中の空に現れ、日本の空にも現れるようになった。明智小五郎と小林少年らが、少年探偵団がこれらの謎の解明に乗り出すことになった。ありがとうございます。